ニュースポスト7です。石田純一さんが妻の東尾理子さんに放ったモラハラ発言が炎上しています。ある日、息子の野球の試合のスケジュールが LINE で共有されていたにもかかわらず、それを把握してなかった石田さん。東尾さんがいい加減把握してよと注意すると、石田さんはお前いちいちうるさいな、だから30半ばまで結婚できなかったんだよ、お前俺じゃないととっくに離婚されてるぞと言い放ったそうです。これを受けてネットでは批判の声が殺到しています。